それでは鈴木駿さんをディスコードで拍手でお迎えください。さあ、お願いします。はい。どうぞ。組み込み関数4の知られてる進化という題目で鈴木が発表します。よろしくお願いします。まず発表の前に、まず説明として、まずこの発表資料は GitHub に上がっています。また、Twitter のハッシュタグは PyConJP、PyConJP_3 です。また、今回、PyConJP2021 ディスコードが用意されていて、この発表の名前とタイトルと同じ、早尾鈴木組み込み関数4の知られてる進化というチャンネルがあります。また、この発表の後に Ask the Speaker として、PyConJP_3 というボイスチャンネルで Ask the Speaker を行います。そちらもよろしくお願いします。さて、自己紹介です。私の名前は鈴木駿です。で、Twitter アカウントはこのようになっていて、普段は株式会社 B プラウドでソフトウェアデベロッパーを行っています。今回、PyConJP を登録するときに使ったコンパスや、そのオンライン、Python のオンライン学習サービス PyQ や、システム開発のためのドキュメントサービストレサリーといったシステムを開発したりしています。はい。で、私の活動として、その他にも、その、主にオライリージャパンさんの、その技術書を簡約したり、査読したりしています。例えば、これが、その、今年の3月かなに出た、その、入門 Python 3第2版っていう本があって、これは私は簡約しました。はい。で、それ以外にも、本の査読と、まあ、行って、最近出た本ですと、この、実践時系列解析っていう、まあ、時系列解析の本ですとか、来週出るんですけども、その、契約書デザインパターンといった本をレビューをちょっとお手伝いしました。ということで、皆さんよろしくお願いします。ということで、はい。まあ、宣伝はこんぐらいにしておいて、あとはその、ジャンゴコングレスや、その、PyConJP、あと PyConMe 広島、に静岡といった、その Python 関係のカンファレンスで何回か発表したことがあります。まあ、実際この、なんか、怪しげなリンクの先に、なんか、リストがあるので、もし興味がある方がいれば、そちらご参照していただければと思います。はい。ということで、まあ、今では、まあ、自己紹介宣伝ということで、まあ、今日の発表の目標ということで、まあ、組み込み関数 PO です。で、組み込み関数 PO というのは、その数のべき、まあ、べき上を返す関数です。で、まあ、これはもう Python に特有の機能では全くなくて、ほぼ、大半のプログラミング言語にその交換数、まあ、数のべきを計算する交換数、またはその数のべきを計算する演算子といったものが必ず用意されています。なので、ここまでだったら PyCon の発表する内容ではないです。ところが、その Python 3.8 において、その、この交換数に新たな機能が追加されました。どういう機能かっていうと、その、整数 M を法とした時の整数乗用類っていうのがあって、まあ、それの情報逆元っていうのが計算できるようになったっていうのが 3.8 の新機能です。まあ、ここでなるほどと、膝を打つ人もいれば、何言ってんだこいつっていう顔で、僕のことをカメラ越しに見てる人もいっぱいいると思うんですけども、このわけのわからない単語の説明をするのは今日の発表の目的です。ということで、今日の発表についてです。まあ、組み込み関数4の知られてる進化ということで、まあ、Python 3.8 で追加された4関数の新機能を理解する。っていうのが今日の発表のメインテーマである唯一のテーマです。また、整数 M を方法とする整数乗用類の逆元のどういうことなのかという意味や、その計算するアルゴリズムを説明するのが今日の発表です。皆さん、ここの時点で興味が、何言ってんだこいつって思った方もいるかもしれませんが、まあ、皆さん、お付き合いいただければと思います。まあ、その前に、まずその 3.7 までの交換数を復習しましょう。その前にまず言葉の定義をします。整数のべき乗ということで、まずべきを定義します。整数 B と自然数 N に対して、べき乗 B の N っていうのを、その B の N 乗っていうのを、その B を N 回かけたものと定義します。まあ、整数だったらこういう定義で十分です。はい。この時 B を底、N を指数と呼びます。で、具体例として2の32乗。まあ、これは32ビットのインテジャーの数字ですね。はい。を計算するとこのようになります。42億がいっぱいありますね。で、Python でこのべきを計算するには、
この組み込み関数 POW または新しく2つの演算子を使います。例えば POW 関数の第一引数にその底となる数、第二引数に指数を入れます。そうすると2の32乗が計算できます。また演算子の場合も演算子の左側に指数、底、底、右側に指数を書くと数のべきを計算することができます。これが POW 関数の基本的な使い方の一つです。次にべき乗剰余についてです。自然数の底 B と自然数 N と M に対して、まあ、B の N 乗のモデュロ M と書いたときに、これを M を報道するべき乗剰余と呼びます。どういうことかというと、まず B の N 乗を計算した後にそれを M で割った余りを考えます。例えば2の32乗っていう数を65,535、これ2の16乗のマイナス1なんですけども、で割った余りを計算しろとなると1となります。これがべき乗剰余です。で Python におけるべき乗剰余としては、その組み込み関数 POW で効率的に計算することができます。一方その演算子、まあ新しく2つの演算子と余りを計算するパーセントの演算子でも計算はできますが、効率は非常に悪いです。実はこのべき乗剰余を計算する機能は Python 1.5 から存在しました。もちろんそのインテージャー型の、まあ、範囲がないとか結構制限はいろいろあったんですけども、機能としては 1.5 から存在しました。かなり歴史のある機能なんですね。で、べき乗剰余の実行例としては、その POW関数の第一引数に底、第二引数に指数、そして第三引数にその法となる数を入れることで計算することができます。もちろん演算子を使っても同じようにできますが、これは効率が悪いです。じゃあ実際に効率が悪いと言ってもどんな感じかっていうと、いうことを知るために、そのタイムイットっていう文字を使います。じゃあタイムイットのこの使い方をすると、これは1000回それぞれ計算した結果のその累積の実行時間を返します。で、POW関数の場合は 0.7 ミリ秒で、その演算子の場合は 800 ミリ秒かかります。かなりここにしてなで差がついていることがわかります。で実際これ、まあ、グラフにしてみたものはこちらです。これはどういうグラフかっていうと、その底を固定して、底と、まあ、法を固定して、そのエクスポネンシャル、その指数を動かしたグラフですね。横軸が指数、縦軸がその計算時間、累積計算時間です。で、ここでポイントなのが、実はこのグラフ、縦軸が対数グラフ。そうですね。このグラフは型対数グラフなんですね。つまり、型対数というような、型対数グラフ上でこういうふうに線形に伸びているということは、指数が数的に計算時間が伸びているということを意味しています。つまり、やばいということです。はい。なので、演算子を使った方は、その、かなりどんどん指数が大きくなればなるほど計算時間がかかることに対して、POW関数の方はその指数に関係なく計算時間が変化しないことが分かります。このように、このべき乗剰余っていうものを計算する際には必ず POW関数を使うようにしましょう。さて、まあ、ここまでが 3.7 までの Python の、Python やその、Python 3.7 までの POW関数でした。で、ここからが 3.8。これからの Python。まあ、もう 3.10 出てますけど、これからの POW関数です。の話をする前に、まずその言葉を定義します。整数の合同ですね。はい。まあ、整数 A と、まあ、整数 A が M を、まあ、M も B も整数で、整数 A が M を法とし、B と合同であるというのは、その M が A-B を割り切ることを指します。この時、まあ、A 合同 B のモデュール M と書きます。まあ、これ、言い換えると、A を M で割った余りと B を M で割った余りが同じだよっていう時、A と B を M を法として合同だよっていう意味です。で、例えば47と35っていう数字をその M6 を法とした状態を考えてみますと、47-35っていうのは12になりまして、12というのは6で割り切れます。まあ、2×6 なんで10、6で割り切れます。なので、この47と35は6を法として合同であると言います。実際、47を6で割った余りは、6時40になれる余りは5。で35を6で割った余りは、まあ、5、30なので余りは5。あれどちらも余りは5となります。でこのようにその、まあ、整数集合 Z とその、まあ、整数 A も法とする合同関係によるどちらかのような小集合、まあ、整数上より、
と呼んで、まあ、ZM とよく書き数学で書きます。まあ、これがどういうことかっていうと、その、まあ、もちろんこれはかなり定義、今回定義しない言葉を使っているので、何を言っているか分からない人が多いと思うんですけども、要はどういうことかっていうと、整数をその M で割った余りで分類して、その剰余が、まあ、余りが同じ、整数は同じようなもんだと思って考えた世界を考えています。つまりその、整数の0、1、まあ、2、3、4、点々での、まあ、M-1、まあ、その M で割った余りはその0か M-1 にいずれかなので、まあ、その1から分類して、と普通の整数の、まあ、普通の整数の世界 Z の代わりに、その余りを考えた世界 Z を考えたのが、その整数剰余類という意味です。で、これ皆さん、何言ってるか分からない人も、まあ、まあ、それでもいると思うんですけども、まあ、どういうことかというと、例えば M イコール2でしたら、その整数という、まあ、整数無限に、まあ、加算無限にこうあるんですけども、その整数は偶数か奇数かのどっちかに分類するということを意味しています。なので、この偶数か奇数かしか考えない世界だと、0も2も4も6も8も10も12も16も全て同じ0です。また、1も3も5も7も9も全て1って考える。といったのが、その偶数か奇数かしか考えない世界。これを、まあ、ちょっと大きくして、M で割った余りを考える。といったのが、まあ、その整数剰余類 ZM です。で、まあ、ここでやっと本題に入るんですけど、その整数剰余類、奥における情報逆転。さらに、その整数でよく皆さん、足し算とか、引き算、掛け算、割り算すると思うんですけども、その中の、その整数剰余類の中でも、足し算、引き算、掛け算、割り算を、まあ、行いたい。という計算が、まあ、要求があるんですね、世間には。はい。で、具体的に言うと、その整数 A と B とその自然数 M に対して、まあ、A×B が M を報道した1と合同となるときに、その B を A の情報逆減といって、A のインバースと書きます。これどういうことかっていうと、その ZM、整数剰余類って世界において、その、起きる A 分の1っていうものです。まあ、実際その現実世界の、例えば、3に対する3分の1、っていうのはその、まあ、3×3 分の1は1ですよね。こういうふうにその、掛け算において、その、何かを掛けると1になるような、その、動詞を相手をその逆、情報逆減と言ったりします。で、まあ、今、3分1とか3点は、これは、まあ、有理数の世界なんですけども、これをその、整数剰余類だけの世界で、こういう A 分の1的なもの、まあ、A 分の1的なものを考える。というのが、情報逆減の意味です。まあ、ちょっと具体例を見てみますと、例えばその97をで割った余りの世界において、その38のその情報逆減、つまりこの97で割った余りの世界における38分の1的なものは何かっていうと23なんですね、実は。なぜかっていうと、その 38×23 を計算してみると、これは97で割った時に余りが1になります。なので、38の97を放送する情報逆、まあ、整数剰余類の情報逆減というのは23ということが計算によって分かります。これが情報逆減です。整数剰余類の情報逆減の話です。はい。で、Python における整数剰余類のケース、まあ、情報逆減として、その組み込み関数を第二引数にマイナス1を渡すと計算することができます。これが 3.8 の新機能となります。で、実際に計算量を見てみると、まあ、ポーカー素第一引数にその計算したいその普通の数38、第二引数にマイナス1、で第三引数に法となる数字97を入れると23と出てきます。で、これは実際に38から23を97で割った余りは正確に1となります。これが 3.8 で追加された新ポーカー素の新機能です。で、ところでこの必ずしもこれ情報逆転がいつも存在するとは限りません。例えば、その6を法とした時に、その 2っていう数字を考えた時に、その2の情報逆減があるかなっていうふうに聞けると、ありませんと。はい。バリューエラーが創出され、例外が創出されます。つまり、与えた方に対して、必ずしも、そこが情報逆減を持たない可能性があります。それは、なぜでしょうかっていう話をこれからしていきます。で、その情報逆減って、まあ、どういうことかっていうと、まあ、こういう整数 A に対して M を法とする合同方程式、AX 合同1モジュ M っていう、こういう方程式を解くことを意味しています。要は、これは解けるかっていう話です。これはいつでも解けるのかっていう話です。で、先ほどのその合同の
の定義式だと思うんですけど、それに基づいて変形すると、その一次不定方程式 AX-MY=1 が整数解 XY を持つことに他なりません。もちろんこれ、Y の符号をひっくり返して AX+MY=1 でももちろん大丈夫ですし、大丈夫なんですけども、まあ、この合同式、一次合同式か、この一次不定方程式が整数一次合同方程式が解を持つか、この一次不定方程式が整数解を持つかっていう話に帰着することができます。で、実はこの合同方程式、またその一次不定方程式が実はどういう時に解けるかっていうのは数学的に分かっています。どういうことを解くかっていうのは、まあ、整数 A と C に対してその M 方程式、合同方程式、まあ、AX 合同 C モデル M が解き、C がその GCDの AM、これはつまり A と M の最大公約数で割り切れるときのみ、ちょうどその最大公約数項の互いに合同ではないかよということですね。はい。こういう定義を知られています。はい。で、まあ、この証明結構、まあ、皆さんのお手元に必ずあるであろう、初等整数論の教科書に大体書いてありますので、こちらを参照していただければと思います。僕の、手元にも、これはファンデルベルデンの現代大数学っていう本なんですけど、これ本にはしか載っていませんでした。はい。これは整数論じゃなくて大数学の本です。はい。載ってませんでした。というわけで、まあ、今回考えているのは AX 合同1でした。はい。なので、その整数 A に対してその M 合同合同方程式は、その A と M が互い、最大公約数が1、つまり互いに素の時のみ1個の互いに合同ではないかを持ちます。つまり、まあ、合同。まあ、もちろん、合同な解はいっぱいあるんですけど、真に合同でない解は1個しかない。っていうことです。まあ、もちろん、まあ、細かい証明とかしないので、まあ、あんまり信じられない人もいるかもしれませんが、まあ、要は、さっきのその整数乗用理における、その情報逆転というのは、まあ、どういう時に存在するかっていうのは、数学的なちゃんと裏付けがちゃんとあるよっていうことです。まあ、数学的な裏付けがあれば実装できそうですよねっていうことです。というわけで、その整数乗用類における情報逆転が存在するかどうかは、その考えたい数とその法となる数が互いにそうであることが重要となります。なので、その Python のマスモジュールにあるその GCD っていう関数、最大公約数を求める関数を使えば、その1かどうか確かめることができます。なので、38と97の最大公約数はもちろん1ですと。なので、38とマイナス1、97っていうやつは必ず計算できます。できます。一方、先ほどのその例だとできなかったやつは、その2と6の最大公約数は1ではなく2ですと。つまり、この時は情報逆転は絶対に存在します。ちなみに数学的にこのこの時の2というのは0因子と呼ばれています。なんでかというと、その 2×3 っていうのが0になるんですね。その 2×3 っていうのはその6を法とした整数乗用理の世界だと0になってしまうので、つまり、その6を法とした整数乗用理の世界だと、その 2とか3は逆転は必ずありません。というわけで、まあ、話をまとめると、その整数 A に対して、その M 法則情報逆転があるかどうかっていうのは、の非等十分条件、まあ、同時っていうことは、その A と M が互いに素であることです。はい。で、実際、こういう見た公式ドキュメントにも、その、If mod is present and exponential is negative, vice must be relatively prime to mod、まあ、そのまんま書いてあるっていうことです。まあ、そのまんま書いてある理由としては、まあ、そういう定理があるから、本当にそのままこう書いてあるっていうことです。はい。で、まあ、ここまでは、まあ、どういう時に、その、情報逆転が存在するかって話だったんですけども、これから、その、どうやって計算するかっていう話です。で、その時の鍵になるのが、ユークリッドの誤助法ですと。で、どういう定理かっていうと、その、まあ、A と B をもとで、まあ、A の方が大きい整数として、その、R を、その、A を B で割った余りとします。まあ、乗用ですね。はい。この時、その、A と B の最大公約数は、B と R の最大公約数に等しい。という定理が知られています。これも証明はお手元にある初等整数論の教科書に必ず書いてあります。まあ、逆にその、まあ、見れば分かります。で、まあ、どういうことかというと、その、
A と M の、まあ、最大公約数は1だってことを言ったんですけど、まあ、その最大公約数は1だっていうを求める過程がユークリッドの誤助法を使うんですけども、その過程、その過程が実は、その逆円を計算できるよっていうロジックがあります、実は。例えば、その、まあ、A を B と割った小と乗のそれで Q とあるとしておいて、その一次不定方程式に、まあ、X プラス BY イコール1に、その、まあ、A をまあ B で割ったので、まあ、A イコール QB プラス R みたいな感じにしておいて、まあ、その一次不定方程式に代入すると、まあ、代入して式変形すると、まあ、まあ、B と R に式にできるとかですね。どんどんサイズを小さくすることができる。どんどんその最初から始めていって、どんどん小さくすることによって、最終的にその最大公約数を求めつつ、その不定方程式を解けるということが知られています。で、実際その、今回そのこの 3.8 が追加された新機能の多分実装の実態ほぼ多分ロングオブジェクトと C に存在するんですけども、まあ、そこに、まあ、実際の交換数はその C Python、まあ、C 言語で実装されているんですけど、そこのコメントにある実装、も同じような考えも持ついていて、そのその、ユークリッドの誤助法を繰り返していって、その係数をどんどん入れ替えていって、どんどん計算していくっていう手法を取っています。なので、その、アルゴリズムとしては、その、A と M のその最大公約数を計算する過程で、情報逆群を計算することができますっていうことは知られています。はい。で、この方法は、拡張ユークリッドの誤助法と呼ばれていて、まあ、大体、このキーワードで調べると、大体出てきます。まあ実際こういうふうになんか分かったふうに喋ってるんですけども、僕も結構この実装の理屈を理解するのに結構時間がかかりました。はい。ですので皆さんも何を言ってるか分からなくても、まあ困ることはないです。はい。そのうちなんとなく分かるような気分になってきます。はい。まあ散々こう話してきたんですけども、なんでこんな追加されたのか、まあ気になる方ももしかいらっしゃるかもしれません。じゃあこの機能が、の機能が提案されたこの Bugs Python Org の一周の36027に、その最初の提案者 のコメントが書いてあって、まあ、Here is another number theory basics that I've needed every now. つまり、数論、まあ、整数論ですね、の基本的な関数だから、まあ必要、まあ、欲しいよねっていうことです。ちなみにこの Here's Another って言ってるんですけど、Another はそのマスモジュールの GCD 最大公約数のことです。のことを言っていて、まあ、どっちも数論の基本的な関数だから必要だよねっていう、そういうのに始まったので、これ、この交換数のこの新機能が一体皆さんの業務にどう役に立つか私には一切わかりません。どう役に立つか皆さんの実力にかかっています。はい。というわけで話のまとめです。はい。ポー関数は数のべきを返す関数です。はい。で、べき乗上位を計算する場合は必ずポー関数を使ってください。はい。で、まあ、Python 3.8 でその整数乗用類、まあ、その余りの世界における情報逆円が計算できるようになりました。そして、まあ、情報逆円を計算できる仕組み、どういう時にその逆円が存在するかって存在理由も、その算出方法も、ユークリッドの誤助法にあるっていうことです。はい。これが話の今日のまとめです。ということで、発表は終わりますが、PyCon JPA 2021 Discord のその対応する Git に関するポーンシライトの進化や、PyCon JPA アスコ3のボイスチャンネルで、皆さん、ぜひお会いしましょう。はい。僕の発表は以上です。ありがとうございました。はい。発表ありがとうございました。何か質問のある人は質問とつけてディスコードに書いてください。まあ、質問クエスチョンですね。とつけてディスコードに書いてください。じゃあちょっと質問を今見ているんですが、質問が全くないというか。適当に話しますね。でもなんだろう、私ちょっと話聞いてて、なんだろう、数学的な要素が絶対ポー関数必要なのかなって私思って伺ってたんですけど、多分基礎的な、多分僕あんまり代数とかその辺の知識あんまり持ってないんで、多分その辺ぐっちゃぐちゃになって、どんな場面で、まあ
まあ、じゃあその現実世界に多分つかないまずいんですけど、その RS 暗号とかですかね、その結構こうその、はい、計算する必要が出てくるのは。はいはい。もう暗号化するときにみたいな、そんな感じなんですかね。まあ、でも実際そのなんか、実際は多分、まあ、Python よりも多分 C 言語で実装するべきなんでしょうけど。うん。なんか、必要だから用意しましたみたいな話を書いてあって。まあ、でもあとはあれですね、その、まあ、本当にその数学的な問題をなんかやろうとしてる人とか、はいはい、まあ、そうですし、あとはその、最近だと競技プログラミングですかね、結構。ああ、はいはい、ありますね、よくイスコンとかありますよね、競技系で言うと代表的なところで言いますと。はい、まあ、そうですね。特にそのアットコーダーとかな、そあとなんか たまにそのまあこういう計算、うん、必要になってくるっていうことがあるかなと思います。はい。あとは何でしょうね。あとは何だろう。これあの整数の仕組みと言ったんですけど、あの、はい、まあ、あのここは言う話は何を言ってるのか分からない可能性もあるので、あの適当に流してほしいんですけど、あの、はいはい、整数の性質というよりか、その1個したのユークリッド化の性質なんですね、これ。ユークリッド関数、なんかそこら辺を。はい、まあ、そのあのユークリッドの誤助法みたいな計算ができる、そういう数学的 なんか集合があって、結構、まあ。はい、結構その逆弦が存在するよっていうのは存在は分かるけど、具体的に逆弦を計算できるかどうかまた別な、うん、別な実は別で、はいはい、でここに整数とか、あとその階乗の一次多項式とかの多項式間は同じようにできるっていうことが、はい、知られていますと。あ、ちょうど今質問が来ました、ね。なぜポー関数を題材に発表しようと思ったんですかという質問が、はい、あの多分何年か、多分1、2年前にその、まあ、その Python の、 その 3.8 が出て、その、はい、What's new かな ?What's new、まあ、そのどういう新機能が追加されたかっていうのがあって、はい、まあ、3.8 は確かセウチェンダーかな、はい、あ、いや、あっていうか、まあ、結構それが、あの、フィーチャーされてたんですけど、はい、あの、なんか、ひっそりと、なんか、ポーカー数で、この逆弦計算できるようって知って、まあ、もちろん、あの、個人的には結構、はい、この辺の数学の勉強してたので、おおってなって、はい、あの、これが Python 3.8 の目玉の機能であって、そういう、大層、はい、大バラ吹いてる。大バラですか。もう、あの、なんで、この、なんかドキュメントにこう、はい、ひっそりと追加されていて、で、特に誰も注目していないので、なるほど。まあ、あの、まあ、なんか個人的な検査に非常に触れたっていう。要は、なんだろう、こう、隠された新機能みたいな、そんな感じだったんですかね。そうですね、はい、そんなイメージなんですかね。いや、あんまり歴上の関数を使った経験が私もそんなにないんで、まあ、どうしても数が大きくなってしまうので、はい、そうですよね。なかなか使う場面が私もパッと見確か浮かばないし、うん、なかなかこうですね、普通のウェブ開発を使う機会あるかな。あんまり、私はどっちかってウェブ開発の方なんですけど、バックエンドの方なんですけど、あんまり出くわしたことがないですね、べき情報を使う場面っていうのが。まあ、そうですよね。うん、そうなんですよね。はい。いやー、でも、べき情報もし使う機会があったら、ちょっとせっかくなので。あ、ディスコードだと。おう、ハムカズ先生が、うん、ポー使いになりましたみたいな書いてありますね、まあ、はい、なるほど。ちょっと時間があったら見てみようかなというふうに思います。はい、はい。
まだ30分ぐらいあるのか。はい。そうですね、ちょっと。まあ、なんかまあ、皆さんも、なんか、目玉の新機能だけじゃなくて、他の Python の新機能に着目していただけると、その、面白い発見があるかもしれないので。なるほどですね。そうですね。はい。ちょうど、そろそろ時間にぴったりなりそうなので、はい、はい。ちょうど今、時間になりましたね。というわけで、はい、はい、時間になりましたね。鈴木駿さんの、投稿を終了します。発表ありがとうございました。はい。発表、参加者の方は、ディスコードで発表者に大きな拍手をお願いします。質問がある方、また直接お話ししたい方は、ディスコードのアスクザスピーカーの当チャンネルに移動してください。アスクザスピーカーのトラックは、バイコン JP アンダーバーさんです。スポンサーによるスポンサーによるスペシャルブースがありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのサンプラリーにもご参加いただけます。応募いただくと、豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。というわけで、鈴木さん、すみません。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、マクマスライドにお願いします。